新札幌囲碁祭りは、札幌市八別区新札幌地区の商業施設、サンピアザにおいて2012年から、敬老の日に開催されている囲碁の催し、株式会社札幌副都心開発公社が主催し、大指道模大会、プロアマ公開大局、入門講座の三部構成からなる、北海道内最大の囲碁イベントである。平成27年9月21日第4回にて、終了。 主催者の株式会社札幌副都心開発公社は、1974年、札幌市主導によって設立された第三セクターであり、札幌市厚別区新札幌地区の副都心開発、町づくりを担っている。その公的性格から、同社が運営する複合型大規模商業施設、サンピアザと、竜王において、サンピアザ水族館、サンピアザ劇場、新札幌ギャラリー、 新札幌カルチャースクール等の文化施設の運営や、新札幌フォートコンテストの開催など文化事業も手掛けている。同社では、文化事業の取り組みの強化の一環として、長い歴史と幅広いファン層を有する囲碁に着目し、新札幌地区における賑わい性の創出、囲碁を通じた人と人との交流、囲碁の普及活動による社会貢献を目的に、2012年、 1> 第1回の新札幌囲碁祭りが開催された。第1回は、1チーム3名による5回所対抗戦、定員40名の指導後、そして誰もが自由に参加できる入門講座の3部構成であったが、5回所対抗戦の参加数が6五回所と少なかったため、翌年の第2回からは5回所対抗戦が取りやめられ、指導後を100局規模へ拡大するとともに、 プロアマ公開大局とその大番解説を実施するなど、競技会的な性格から、お祭り的な性格へと変更された。2014年の第3回は、大志導も大会、プロアマ公開大局、入門講座の3本柱に加え、ファンサービスのためのプロ騎士サイン会、プロアマ公開大局における、次の一手、入門者、初心者を対象とした囲碁クイズ、囲碁の基礎知識を、 子供の会話形式で表現した小冊子の無料配布、そして囲碁関連書籍の特設販売など多彩なイベント内容が予定されている。指導後風景第2回においては講師6名のため打ちにより午前の部と午後の部の2回実施された。講師は日本記院所属のプロ騎士2名とアマチュア4名。プロ騎士は米国カリフォルニア州出身の異色の欧米人騎士で、 あるマイケル・レドモンド球段と地元北海道の岩見沢市出身である遠藤悦氏7段。天野の講師は囲碁界で活躍する囲碁インストラクターの稲葉幸子、いずれも道内トップ天野中村康子、久和仁志博浅野哲也。参加者は133名で、その内訳を見ると、性別では男性118名、女性15名。 年齢別では60代51名、70から80代39名、10代以下20名、50代14名の順で20から40代は合わせても9名にとどまっている。最年少は5歳、最年長は86歳。地域別では札幌市内が107名と多数を占めるが、江別市、岩見沢市、北広島市、江庭市など、道央県のほか、旭川市、 わっかな白尾市町など道内地方都市や東京都、茨城県など道外からの参加者もあった。大盤解説第2回から実施されており、この時は、遠藤悦史七段と、平成24年度の全道囲碁選手権者及び、全道女流囲碁選手権者との二面打ち判ィ戦が行われた。主催者の会議室で行われた対局は、インターネット囲碁対局のパンダネットによって、 イベント会場のサンピアザ、光の広場に設置してある大型ディスプレイに映し出され、マイケル・レドモンド球団と稲葉幸子による二面同時進行の大番解説が行われた。感染者数は約220名。対局結果は、手合割り手先の全道囲碁選手権者が140手で、中押し負け、手合割り四個局の全道女流囲碁選手権者が215手で10目。 勝ちであった。入門講座、お子様から大人まで10分で囲碁を教えます。というキャッチフレーズ通り、第2回では小学校低学年から中高年までの入門者、初心者129名が参加した。参加者への聞き取りによると、漫画、光の方の影響で囲碁に興味を持ったという、小学生の仲間同士、以前から囲碁を覚えたいと思っていたが機会がなかったという学生。 楽しそうな雰囲気なのでなんとなく参加してみたという男女のカップル、たまたま買い物に来て、イベントの存在を知り染めて、囲碁の手ほどきを受けたという年配の女性連れ、定年退職後の趣味として、囲碁を始めたいという中年男性など、参加の同期はそれぞれである。講師は、札幌市内で活動する、若手囲碁サークル、若子スタイルのメンバー26名が、ボランティアで担当した。 一般的な囲碁イベントと比べた新札幌囲碁祭りの特徴を述べる。通常、囲碁イベントは気力向上を目的に実力差を考慮したクラス分けによる競技会がメインとなることが多いが、指導後、プロアマ公開対局、入門講座の3部構成となっている新札幌囲碁祭りでは競技性が排除されている。このため、自らの気力や勝敗を気にすることなく、 それぞれの目的や関心度合いに応じた参加が可能となっている。総勢80名を超えるプロ騎士によって選挙区の指導後が行われる国内最大の囲碁イベント湘南平津介護祭りは別格として指導後講師6名、指導後対局数133局、大盤解説感染者を含む延べ参加者数約480名の規模は国内の囲碁イベントとしては有数である。 一般的に、囲碁イベントは、5会所や、公民館、コンベンションセンターなどクローズなスペースで実施されるが、平塚市駅前商店街で実施される、湘南平塚囲碁祭りと同様、新札幌囲碁祭りも、開催会場が、商業施設のイベント広場というオープンスペースとなっている。囲碁祭りの存在を知らなかった通りすがりの買い物客や、囲碁は覚えたいが、 誤解書には足を運びづらいといった人でも参加しやすい雰囲気となっており、囲碁の普及という点でメリットが大きいものと思われる。主催者である民間企業が企画立案し、プロ騎士のみならず全道トップクラスのマ競合や札幌市内の若手囲碁サークルの参画によって運営、入門講座の受講、大盤解説によるプロマ公開対局の観戦はもとより、 通常は、有料のケースが多い指導後についても参加費無料で、あるため、子供を含む、誰もが気軽に参加することが可能であり、この点でも、囲碁の普及に貢献しているものと思われる。プロ騎士同士の公開対局は、タイトル戦の挑戦手合などで、しばしば実施され、少年少女全国囲碁大会の決勝戦など、アマチュアの大会でも公開対局が行われるケースは、あるが、プロと、 アマトによる公開対局は池袋サンシャインシティで毎年開催されているプロアマ本因坊対抗戦など事例は少ない。新札幌囲碁祭りの場合はアマガワの対局者が道代表クラスで感染者には地元のトップアマがプロ騎士とどの程度戦えるのかという楽しみやプロ騎士に一泡吹かせてほしいという期待感を抱かせる面白みがあるものと思われる。 通常、囲碁における、大盤解説では、磁石式の解説用大盤と碁石が使用され、進行手順の再現と変化図の作成は解説者と聞き手が手作業で行うが、新札幌囲碁祭りの場合は、インターネット囲碁対局ソフトと大型ディスプレイが用いられており、これらの作業は複数のパソコン担当者が行っている。これによって、局面の進行はリアルタイムで、 画面上に表示され、変化図の作成と実践への復帰、すなわち、並べ替えがスピーディーとなり、しかも2面同時進行の大番解説が容易である、ことから、感染者に対して、見どころの多いテンポ感のある、大番解説となっている。ただし、解説者、聞き手と画面操作を行う、パソコン担当者との息が合わない場合は、大番解説の進行に支障をきたすデメリットもある。 ありがとうございます。